なんか久しぶりだねこういうの、うん、え元気だった？あ、まあぼちぼちそっちは？まあ私もぼちぼち。そっか、うん、なんか今日はさちょっと話したいなと思って、ちゃんと、うん、うん、話さないといけないなと思ってて、うん、これからのこととか。そうだね、うん、え、何考えてた？え、何って？いや、なんか会ってなかった間。あー、まあいろいろ。いろいろっていや、いろいろってまあこの先どうするかとかえ、いいよ。え、いや、いいよ、嘘つかなくって。何嘘って？いや、だって何も考えてなかったでしょ。いや、考えてたよ。いや、考えてないよ考えてたよ、ちゃんと考えてたらそういう答えにならないでしょ。え、何？え、じゃあそっちは何考えてたの？いや、私は考えてたよ、ちゃんと。じゃあ言ってよ。それを話すための時間なんじゃないの今って？吐いてました。何？いや、そういうとこすぐ仕切ってくるとこいや、それはそっちがよくわかんない流れにせるからでしょ。いつも私の方が上ですってしてくるよね。え、何？この時間喧嘩するために呼ばれたわけ？いや、違うよ。普通に話そうとしてたのにそっちが喧嘩腰になってきたんじゃん。いやいやいや、先に喧嘩腰の空気出してきたのそっちじゃん。そもそもそっちが何でも口ばっかで適当なのが悪いんじゃん。なんでいつもこうなっちゃうんだろう。うん、普通に話したかっただけなのに。うん、それとも話したいと思ってるのは私だけなのかな。無理して付き合わせてる。うん、本当？うん、話さなくちゃとは思ってた。そっか。でもなんかうまく言えないんだけど、うん、話すのが怖かった。何それ？考えて話して本当のこと言ったらさ、うん、傷つけるかなって思っちゃった。そう、うん、でもさ、うん、よくわかんないまま傷つくよりさ、話して傷ついた方がいいかな。うん、そうだね。あのさ、うん、